大阪までじゃあ金閣寺チャンネルが浸透してるってことで、今日の朝6時着いて、え、やっぱり本州のスキーヤー暑いっすね。いやー頑張ってください。ありがとうございます。いやありがとうございます。さすが同じね。いやこれ雨やばいね、これマジでさ。普通だったら行かないですよ。技術戦だから行くけど。レアだ。いや参りますね。今ウサギに上がってきましたけども、下下界雪か雨からの上が雪と、技術戦の選手も休んでる人も多いのかなと。私は初日なんで頑張っていきます。よいしょ。すん、いやひどい、べちょ濡れべちょ濡れ。これ八方はの八方は健康との戦いですね。順平とか拓也さんとか圭介とかみんな休んでます。まあ本当は俺も休みたいところですけど、とりあえず1本ぐらい滑りたいなと思いまして。これウサギも結構なこれコブになってんじゃない。これここがロングとコブのバーになりますね。袖黒一発大回りで、どうなのクローズなの分かんない。なんかその辺の情報もいろいろ錯綜してて、まあ、現代戦は情報戦ですからね。情報を有利に仕入れたのが勝つということになりますので、ちょっと一発袖黒行ってみたいなと思います。はい、関さん、はい、来ましたね。おはようございます。久々の八方。天気は悪いけど。天気悪い。これどうなってんのこれ。我々ね、はい、来たら天気が悪い、はい、雨男ですか。雨男、雨男ってことでいいかな、はい、僕は結構晴れ男。え俺に振った僕はオープンしてんのこれ。これは新しいね。これロケーション的にブッシュの中を滑っていくっていう、バックカントリーだよね今いわゆるバックカントリーの種目ができたぞっていう。いやーやっぱり標高が、1700近くあるんでちょっと息切れますね。頭も痛くなってきたし、高山病かもしれないな。羊蹄山以来のちょっと高山病にかかってるかもしれないです。うわやべえ。八方尾根スキースクールの皆さんが準備してくれてますね。はい、ありがとうございます。ただこれコブはめちゃ深いよ。これロングの板で、ロングの板でちょうどいいぐらいだこれ。痩せた？痩せました。え？何キロ痩せた？何キロ痩せた？18キロ痩せた。18キロ？はい。で何で痩せたの？言っていいんですか？バターコーヒーダイエット。あ、バターコーヒーダイエットなんか聞いたことある。それで18キロも痩せたの？はい。やばいね。じゃあもうスキーの調子もバッチリでしょうし。スキーはバッチリです。あれ甲子園強戦も良かったんですね。甲子園強かったです。はい。そう。え何番だったの？23番。やっぱりダイエットの効果だね。そうですね、みんなに言われました。さすがですね。チーム金閣寺チャンネルどうですか、見てますか。見てますよ。見てます。見てる。マジもう出演できてできるんですよこれ。光栄です。出演もちろんです。撮るってことは出演ってことです。やった、お願いします。秀文はねナショナルでも同期だからね。はい、同期です。ね、俺はもうやめちゃったけど再び返り咲く。はい、素晴らしいよ。頑張ります。結構滑ってる。はい、もう1週間。1週間いますね。はい、はい、休んだ方がいいよ絶対。え、じゃあ次ねパノラマ上がってくるっていうから、うち立てっこで滑ってる。あ、そうなんですか。朝上がってくれましたよ下から。あ、ほんと。まあでもこれ、ね、技術戦はほら順位じゃないから、はい、いかにこうねファンを作るか、そこですか、はい、順位はつけ人がつけるもんだ。はい、楽
楽しんでいきましょう。はい、はい、頑張りましょう。よし。青木でも夫妻。これで映ってるのこの角度。結構映ってる。雨の中ダメだよ滑ったら。どうすか久々の発砲は。うん、全然慣れた。2本ぐらい滑っても慣れた。洗礼受けてます。あれどこ滑ってた？内緒です。薄ば？ああ。薄ばでも。あ、マジ？熱雪いいです。あ、そう薄ばいいんだ。そうですか。何日目？結構滑ってる。滑ってます。そういう人は休んだ方がいいよ。俺みたいに初日の人はガツガツって全然ガツガツ感出てないですけどいやちょっと見かけちゃったもんだからさ本当です、ね、いやパノラマに同僚上がってくるっつったからさ、はい、それで待ってたんだ。怪我しないようにしないとね。そうですね。そうだ。岡田さんいましたね。やっぱりいますよ。そりゃ八方に来たらいますね。いますよ村上先輩に会えるとは。純平のインスタに載ってるのは見せて。同級生悪友ですよね。あいつはどうしようもないですわ。ずっといんの？ずっといます。いつからいんの？28から。ハートもなんかね、新しい板調子良さそうじゃん。いいですよ。戻ってきてもらっていいのかい？お待ちしてます。じゃあちょっと大会期間中よろしくお願いします。ちょっと白鳥にじゃあ一言。あ、先輩、白先輩は当然来るんですかね。土日来るらしい。お、いいですね。前奏でもすればいいんじゃないですかね。あ、いいね。先輩出そうや、はい、楽しみにしてます。1組目の夫妻、青木夫妻、これ何これゴム手かい。もう知らないですかこれもうこういうのはこれですよ。そうだね。新潟県仕様、あれじゃない、どうすか。雨ですからね。もう、あ、雨。いやそうね、あのこの私のリフトの前に乗ってるねカップルがね注意してるんですよね。さっきからねあれですよ、注意してるんですよ、ね、雨だし、注意してるしありますね。風紀が乱れてますね。雨にも濡れてるしね。えらいことになってますから。このヘルメットの中もこれ抜いてきてますからね。練習に集中できませんよ。あとね一個気になったことがあるんですよね。何ですかね。ゲレンデのねあのコーチエリアっていうんですかね、まあ、一部の人なんですけどタバコ吸ってる人いるんですよ。国際的なねマナーっていうんですか。タバコはダメですよ。あの携帯灰皿を持ってるとしてもね、まあ、スキーヤーとしてはね、まあ、しっかり守ってほしいなと思いました。そういうことを言うとなんだお前はと偉そうにと思う方もいると思うんですけどね、しっかり指定された場所で吸わないとね。日本人のマナーは世界一って言われてますけど全然世界一じゃないですよね。そういうタバコを一つ取ってもね気をつけましょう。びちょびちょだなねえ。もう、ね、乾いてるところがないぐらい、うん、びちょびちょですね。技術戦はこんな戦いもあるんですよね。もう水の滴る、ね、いい男っていうことでまたちょっとかっこよくなっちゃったな。またキムタクに近づいたな。すいません。お水ちょっとあともう一本パノラマ滑って、今日の練習を終えたいと思います。はい、今日の初日練習終わりました。八方初日なかなか天候が逆に良かったですね。ねえ村ね。はい。逆にこれが八方っていう天候で滑れたんで非常に良かったです。この濡れ感ね。まあ滑りはまあとりあえずぼちぼちいいかなと。まあ休んでる順平よりは多分サボって寝てる順平よりは上手くなったんじゃないかなと、まあ、そういう風に感じました。はい、今日のまあ皆さんに言っておきたいことはですね、リフトの上でチューはダメ。あとゴールエリアでのタバコダメ。これです。この2つ皆さんに、はい、言っておきたいです。でもどっちかっていうと中の方がダメですね。中だけは本当ね。中セーフ。中セーフ。中セーフ。タバコはダメです。タバコはダメ。タバコはダメ。タバコの方がダメですか。また明日も頑張って練習してます。ありがとうございます。どうした。
笑い返しておきました、ね